長野県大町高等学校は、かつて長野県大町市にあった公立高校。前身は松本中学大町文校、後の旧姓長野県大町中学校。1993年には特色学科である理数科が開設された。2016年4月に長野県大町北高等学校と再編統合され、校舎の一部を利用し、 長野県大町竹彦高等学校となった。高等学校における教育を徹底し、民主的文化的国家の形成者として、質実合健にして、豊かな上層と高い知性とを備え、真理を追求し、自主的精神に満ちた、心身ともに、健全な生徒の育成を図る。北アルプスに、ひっそり咲き乱れる、白根ね合う図式化したものでありその可憐な花と見える、部分は、 学弁が変化したものであり厳しい自然と共に生きる、本校の質実さを表している。高架西に東にそびえ立つ山は、普段の雲を吐き南に北に流れ行く水は狭間に、花と散る、他のからずや山川の正気を斧が心にて、学びの窓の明け暮れに、文の林をたどるなり、勤め励めや勤しめや伸びゆく、国の平和は、我が創建にかかりたりいざや励まんもろともに、 ハット ABCD 佐藤祐介。大町学春高が、開校大町、大町北東後新しい校歌で角で、中日新聞、P 長官長野総合版17、平成23年2月県議会定例会の結果について、長野県教育総務課、2012年10月31日閲覧、牛、腰通る、市長の一言送信府に寄せて、大町市、 2012年11月4日閲覧、ありがとうございます。